こんにちは、さきえです。今日は開けるために物が落ちてきて危ないキッチンシンクの上の収納を断捨離&片付けていこうと思います。興味ある方はぜひ最後までご覧ください。それではお願いします。断捨離目標を決め忘れてました。使ってるものも多いと思うので、まあ5個から10個目標に断捨離しようと思います。片付けていく収納はこの3つになります。右側の収納はこんな感じになってます。お弁当とかがね、積み重なっていて、これがね、落ちてきてね、この前食器割って大変でした。こっちもね、結構スカスカで収納としてね、うまく使えてないので、綺麗に片付けていきたいと思います。じゃあやっていきます。では物を乗せていく作業から始めていきます。キッチンシンクの収納のものは軽いものとか使用頻度が少ないものがいいらしいのでやっていこうと思います。よっこらしょ。軽いものって言ったらやっぱりお弁当箱とかですかね。こんなものはね、断捨離します。一つ目からになりました。この紙袋はお菓子袋です。昔お菓子袋として使ってました。子供がね、一時期お菓子がいっぱい食べたくてね、こう下に入れたらお菓子食べられると思ってここに当ててました。私は低身長なので、この上はね、今もこう椅子使ってやってるんですけど、一番上届かないんですよね、私は。だから、で、うわ、痛い、怖い。よいしょ。どんな風に収納するか悩みますね。よし、いいわ、のっけ終わったので、あとは下だけ。よいしょ。なんか最近読んだ断捨離本で、こういうお玉とかもね、で収納した方が取り出しやすいって書いてて、あ、それはすごいと思って。こういう風にお菓子が落ちてました。これね、私がグミ好きなんですけど、こっそり食べるためにね、上に隠してばらまいてましたね。こういうのにね、ゴキブリが来たりするからね、ダメですね。そうそう、ボールって大体こうやって収納してたら、落ちてきてなんか毎回危なかったんですよね。今日は真似しただけで収納できるようにしようと思います。上に上がるだけでも歯がいますね。どうしよう。こういうのもね、上に置いてたって意味ないですよね。下に置こうと思います。この前片付けて開いたので。お弁当袋はね、一つにまとめました。こうやってさあね、収納がバラバラにならなくていいので、こういうね、箱に入っているものも邪魔なだけなので、中身を出して箱は捨てようと思います。ね、洗剤とかスポンジとかネットのね、予備のものになります。その読んだ断捨離本でストックは1つのものにつき1つから2つで決めた方がいいよって書かれたので、私もね、そうしようと思います。ただね、スポンジをね、大量に捨てるのはもったいないので、いつもだいたいね、スポンジって私結構長く1月ぐらい使ったりするんですけど、1週間に1度とかね、頻度を早めに変えていって2つぐらいまではね、ストックにしようと思います。完成したので見てください。まず右側からです。置いているのは水筒とお弁当類と空箱と、あとスプーンとフォークの予備のものと水筒ですかね。普段使わなくて軽いものを選んで入れました。ここに弁当なんてね、1年に1、2回しか使わないんで、まあ、取り出しにくいんですけど、まあ、頻度も少ないのでこの形にしました。ね、2つの収納はこんな感じになりました。
のね、目標だった立てて収納ボールを、ちょっとね、クスタンのが1個しかなかったんで、ちょっとこういう形になったんですけど、一応取り出しやすくなったかなと思ってます。大根おろしとかね、バター切るやつとか、ぐんぐんチョッパーはこっちにまとめました。で、これで大事な天ぷら凝固剤ね。で、この子は予備の洗剤液とかをね、置いてます。で、さらに使わない2段目には、この蒸し器とスポンジ。これはスポンジの予備なんですけど、箱に入らなかったので出て収納しました。あと袋とかね、もうほんとほぼ使わないものを上に上げています。断捨離したものが、一つ、ペットボトルを入れたらずっと冷えるやつね。これいつか使うと思って、もう2年ぐらい使ってないんで、一回も。売ろうと思います、チョコショップに。チョコエッグのおまけね、これも売ります。3つ。で、蓋がない容器。出しますね。4つ。で、これも100均でね、ジャガイモの長く保存できるバッグ買ったんですけど、我が家ジャガイモ全然使わないんですよね。なんで買ったんだろうって感じですね。下で6個目。ディスペンサーをね、断捨離しようと思います。これね、電池入れるのがめんどくさくて、1時間ぐらいね、1回も使ってないので、断捨離します。売ろうと思います。なので、断捨離数は6個で、目標達成です。キッチンシンクの上側の収納のものを断捨離したり、綺麗に片付けたりしたので、物が降ってくることはなくなりました。またね、ちょっと問題点が2つあったのが、ボールね、立てて収納するのはすごく良くて取り出しやすくなったんですけど、ブックスタンドがね、1つしかなくて買い足そうかなって悩んでます。もう1つがその取っ手付きの収納を買うか買わないかね、あれもね、ちょっと悩んでます。とりあえず片付けたままをキープして、使いにくかったならまた変えていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。